どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それじゃあ続きやっていきましょう。プロスピ2010です。さあ、巨人戦後半戦、1試合目頑張りましょう。はい、監督賞があり3番サードで出場、頑張ろう。とりあえず20本はもう射程圏内に入ってるんで、残り1本頑張っていきたいと思います。でも、なんだろう、こう、プロ入り1年目からすでにもう20近く打ったら、だいぶもうなんだろう、いい、なんか指名できたみたいな感じになるんじゃないですかね。さあ行きましょう。さあ、地方球場。できれば地方球場、市民球場で稼ぎたいですよね。ホームランの数。できればですけど。さあ、後半戦また気を引き締めて頑張りましょう。うわ、しかし贅沢なチームだよな、なんて思います。まあこっちも負けてらんないけどね。もうこっちにはホームラン王和田さんがいるから。第1打席、さあ頑張ろう。本塁打は現在19本、同率4位。あ、でもホームラン王、ああまあそうね、ちょっとブラゼルが来てるからな。いやーい、今のはちょっと低かったかな。さあ、これは見ます、これは見れます。焦らず行こう。今のは行くべきだったかな、チェンジアップ。結構甘く見えたような。さあ 2-2。 ああ緊張する。うわー、マジか今の。くそー、やっちまった今の、もったいない。99番、ズドンと一寸、綺麗に低めに決められたな。さあ1点ビハインドといったところ。あ、ワンアウトランナー2塁、チャンス、同点になる。打率は3割3分8厘、ホームラン19本、62打点の、状況でございます。頑張りましょう。さあ、第1球はどうか。今のすげえなんかチャンスあった気がする。やべ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 、ちょっと待ちか、ダメだー、やばいやばいやばい。2三振か今日。ふわっときて、あー、フォークなりチェンジアップなり、やばいな。あ、追いついた。さあ第3打席、ワンアウトランナー1塁。このままではまずい、今日2三振。うい、怖、1球ボール入って、今の行くべきだったような。うわー最悪だー、打ち直して、これ一番嫌だ。うわー、ダメだ、今日はノーヒットくせえぞ。ちょっとこのペースだと、なんとか形勢逆転するチャンスは。うー、危ねえ。第4打席、ツーアウトランナー1塁。おお、ホームラン期待できるって言ってくれる、ありがたいね。しかし今日は当たりがない。あ、盗塁？一球じゃあ見ますか、そしたら。どうだ？はい、余裕でセーフじゃないですか。よしよしよし、サイン実行。これは、なんだろう、言ってもよかったかな。振ってもよかったかもしれないですね、もしかしたら。どうせストライクだったら。考えてみればですけどね。さあ行きましょう。万が一ボールだったら振れなきゃいいだけの話か。すげえフォークだわ、読めたのに。ダメだー、今日は3-3。うわ、ひでえ。3三振とかサイン実行で一応プラスにはなってねえわ、マイナスだわ。うわー、さよなら負け、やべえ今日。ひどいよ、さよならタイムリー。マイナス65、とんでもねえマイナススタートになっちゃったな。いや大丈夫か俺、後半戦俺不安になってきちゃった。ほい、バットに当たってもなーって感じだったんで、今日は残念でしたね、すいません。ほい、なんとかちょっと立て直さないと、状況疲れがやばい。ちょっとじゃあから、まあじゃあ早寝しよう少し。はい、スーパー快眠枕、うっす、めっちゃ回復した。はい、負けました。まあしょうがない、次頑張ろう。でも巨人戦は大事だからな、ここで負けたのは痛いかも。さあ東京に着いた、東京ドームだな。はい、
どうしよう。ちょっとそしたらメンタルやっちゃおうかな。はい。で、絶好調にしておいて試合に赴く。はい。よろしくお願いします。3番サード。それでもまだ期待してくれてるっていうね、やっぱ嬉しさはありますから。なんとか答えたいな。期待に応える一発、ドカンとかましてやりたいですけども。なかなかね、さっきの感じ、なんだろう、オールスターを挟んでちょっと収録時間空けたんで、それでまだちょっとなんだろう、こう、ボールに目が慣れてないっていうかも否めないんだよね。それが難しいな。さあ、よろしくお願いします、それじゃあ。ほんと、いいチームだよな。こうやって見るとメンツがすげえもう。さあ、第1打席、チャンス、ワンアウトランナー、二塁。ピッチャー、内海。打率、やべ、結構下がったな、3割3分5厘。2位が3割3分だから、ちょっと、っていう感じなんだけど。やや早い。早いのか。あ、どうだ、面白いんじゃない、面白いんじゃない、あ、無理か。浅すぎるわ。うわ、チャンス、問題かよ。いきなりか。もうなんか、確実にミドルしようかなっていう気がしてきたんですけど。ちゃっかり巨人に3点取られて、やばいな、第2打席。やばい、地道に打率がどんどん下がってる。これいけないぞ、これは。一球ボール見ます。東京ドーム入らないことはない。当たればじゃあそこは難しいですよね。ミートしよう。ちょっと確実にミートしてヒット一本打っとかないと後半戦。うわー、ファール、マジか。ワンアウトだけども。だー、マジか、乗られんのかよー。当てに行って取られるってやだな。やばいやばいやばい。このままか、あー、よしよし、1点入った。いいぞいいぞ。ツーアウトランナー1塁。変えたいですね、試合の流れ。なんとしてでも。まあ、一球牽制。これはもうしょうがない。さあ、どう来るか。今の、どうだった？ああ、もったいない、今の。内角高め。もったいないことした気がする。どうだ？うわ、最悪なとこ、転がるのね。くそー、ダメだ。どうもなんかこう、運が向いてないのか、下手くそなのか。まあ一番下手くそってのがでかいんだろうけど。なんてダイビングで来やがったんだ、チャンス。いやーちょっと待って。怖いよ。ワンアウトランナー満塁？マジか、とんでもねえな、このチャンス。これで来ちゃう、俺に。あー、やり直した。あー、今のはもう一球打ちたい。やべ。なあ、ダメだー、もう最悪だ。やだやだ、ひどい。ちょっと待ってよ。やばいやばい、これダメだ、俺先輩、俺だ、間違いねえ。うわ、もったいない、この3連戦落とすの。やばい、後半戦になってまだヒット1本持ってね。マジか。ちょっとこれやばいんじゃないですか、かなり。すいません。これ怒られるやつだよ、これ。やべえ。ちょっととりあえずどうしようかな。少しちょっとストレッチを挟んで。で、寝るっと。ほい。うーわー。これやばいぞ、3連戦。はい。スポーツインタビュー、今それどころじゃない気がするけど大丈夫かな。とりあえずちょっと軽くランニングして。はい。やる気を上げておこう。あんまむやみに絶好調にするとあれか、インタビューしておく。はい。生活の話。盗塁は慎重気味で。よし。とりあえず、好調ぐらいで行ってみよう、少し。あえて。まあ、どうのせん。そうか、以前あったな。よし、行くぞ。絶好調で来るんだな。やばいな。仕留められちゃう気がする。オールスター MVP ですからね。頑張ろう。ひとまずもか、本当に、ヒット一本、まずそこ打たないと。このままだとちょっと、首位打者から陥落しちゃうよ。後半戦。
それはまずいんでね。さあ東京ドームやってまいりました。3連戦最終日、負け越しは確定しているものの、なんとか形にはしておきたい。打率、あ、でも安倍さんも下がったな、ちょっと。でもこっちもかなり下がったな、打率3割3分1厘。さあ、148キロ。まあ、巨人キラーと一時期あったけど、あの感じ。あれがまた来ればな、あの流れが。今のボール球だったな、やばい、焦ってる、完全に。もう。どうあ無理か、くっそー、やばい、これ嫌な予感がするぞ。ここまであんまりヒットが出ないもんじゃ、出なさすぎだもんな。ちょっとまずいっすよ。さあお次、右に対しての打率が3割切るぞこれ、このままだと。さあピッチャーな、あーいいスライダー投げ上がる。うわ、絶好調だとこういうのがあるからな、打てねえんだよ。やばい、なんとか流し打ち。よっしゃ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 、先頭出た先頭出た先頭出た、あとは任せよう、もう後続に。よっしゃよっしゃよっしゃ、いいぞ、先頭打者でよかった。はい、後半戦初ヒットが出ました。ようやくツーベース流し打ち、そして点が入らないか。うわー、マジか。ワンアウトランナー一塁。とりあえずノーヒットだけは途切れたから、これでちょっと気持ちは楽になりましたね、少し。いいとこ、センター前、よーし、2安打。今日、よし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 、いいよ。とりあえずマルチ安打。オッケーオッケーオッケー。そう、確実に実績を残していこう。しかし点が入らん。第4打席。猛打賞ワンチャンあるな、これ。どうなんだろう。まあ、これ、まあ、最後まで投げるよね。94。まだスタミナ半分残ってんだ。いいな。おー、ボールか、今の。よかった、見逃して。ストレート一気に来んじゃない?すごいの。なんかそんな気がする。わー、どうだ?でも面白いかも。あ、無理か?ちょっとこれは、えい!アウトか!マジか、今のアウト。うわわ、マジか、いい守備したの?くっそー。ゲームセット。やばい、3連敗スタートか、後半戦。まずいでしょう、ちょっと。あ、一応マルチアンダーはできたと。なんとか後半持ち直したけど、3試合目。ただちょっとエンジンかかるまでちょっと時間かかりすぎな気がする。はい。目があった。あー、なるほど。経験値アップ。勝ったってことだね。2安打。まあまあまあ。はい、2塁打ボーナスいただいて。さあ、それではね、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。